こんにちは、速稼塾の久保です。頭跳ねてますね。なんだろう今日ねお見せしたいのは、朝からちょっと工事していただいたこのちょっとバカでかいエアコンなんですよ。これすごいですよ。これが今ね8畳の部屋で使ってるんですけども、6畳用です。でもすごいパワーです。ブランドをねこれからちょっと出しますね。これ富士通がエアコン作ってるんですよね。デュアルブラスターってやつですよね。冷えすぎない冷房。これねどんな特徴があるかと言いますと、論より証拠を動かしてみればいいんですけども、このデュアルブラスターって言ってね、通常のエアコンの本体の両側にガンダムみたいにね、アームがついてるんですよ。2つ噴射口が、でこっからも冷気が出るというねことなんですよね。本体見てみましょう。まあ今一体型になってるんで見えないですけども、この部分が独立して動くんですよね。でここの下からも出ます、当然。でここも独立して動くんですよ。ちょっとやってみましょうか。冷房押します。で18度なんで、ほら両側が動き始めたでしょ。で部屋中くまなくハイパー、ものすごいパワーですよ。ね8畳の部屋に6畳用をつけて、それでもね、何ですかね、もう12月の寒さ、ブリザードです。ほらすごいでしょこれ。これこことここが両側をね、両側をこう冷やしてくれる。当然ここもですよ、ここもです。でこういう形なんで、こんなにでかいんですよ。こんなにでかい、前にせり出してるでしょ。これはね久々の買い物ですよ。すごい買いだなと思います。で隣の部屋につけてるのは白熊くんだったかな。これもだから2ヶ月ほど前につけたんですけども、ムーブアイがついてるでしょ。霧ヶ峰なんですけど、これは割と普通のエアコンで、自動操縦がついてるんですよ。横についてるカメラが人を感知して温度を出してくれて、人がいなくなったら勝手に切れてくれるっていうね、まあ、いわゆる偽 AI システムです。これは AI でも何でもないんですけども、商品名としては AI です。で2つのノズルがついてるんですけども、自動的に掃除もしてくれるんですよね、これね。でこっちのエアコンもう冗談みたいですね。これほら、このエアインテークから空気入れて冷やしたのが下にボーって出てきてね、これがいろんな方向にこう動いてですね、遠くをこう空気を送ったり、真下に空気を送ったり、自動的にしてくれるんで、もうむちゃくちゃ簡単に冷えるんですよね。いやこれはすごいですね。デュアルブラスターこれはすごいパワーですよ。ちょっとだけ高いんですよね。ちょっと高いんだけども、まあその価値はあると。リモコンもなんかねすごいでかいですね。エアコンのリモコンって通常もっとちっちゃいんですけども、まあ大きくて見えやすくて操作しやすいですね。色分けされていて、これはなかなかいいですね。はい、といったような感じでね、今朝早くから9時から工事に来てくださって、まあ、2時間ほどでちょっと終わったんですけどもね、ジャパネット高田で頼んだんですけども、つけてくださるのは地元の業者さんなんですよ。ですから近所の電気屋さんがつけに来てくれてくれます、まあ、ですんで何か問題があった時は近所ので、まあそこのね家電量販店さんとかで電気屋さんにお電話すれば来てくれるけど、まあ心配はないでしょ。最近の機械は頑丈なんで、30年ぐらいは使えると思います。実はここにはね、今朝まで古いエアコンがついてたんですよ。この家と同じ築年数の30年のエアコンがついてたんですけども、ポタポタ水が落ちるようになってきたんで、まあまだね完全に壊れる前につけとこうかなと思いまして、つけました。ジャパネット高田に電話っていうかね、オーダーして地域の業者さんがつけに来てくれるって形ですね。すごく地域の業者さんも丁寧でやりやすかったです。説明もすごく分かりやすかったですね。それで私今日は朝から速稼塾のマンツーマンで面談というか講義があったんですけども、講義中に工事をしてくださって、本当に細かいところまでやってくださってね、で配管もピシッとやってくれたりとか、
あの給電もね、コンセントも古い方だったの、新しいのにしっかり変えてくれましたね。でまあ費用もまあ当然かかったんですけども、いろいろと、まあね、あのやっぱり来てくださるサービスマンの態度とか人柄で、もうね、この金額でいいんですかって気持ちになるぐらい、もうね、値切る気持ちとか全くないですね。もうなんかもっともっと払いたいぐらいの本当サービスマンでした。本当に素晴らしい人が来てくれてよかったなと思います。ね、どの会社が来てくれたかというと、地元の業者さんで取り付けに来てくださったのはネクストさんっていうね、会社ですね。こちらのネクストさんが来てくださいまして、ここの会社にね、私の同級生がいるそうなんですよね。で聞いてびっくりしました。住所を調べて来てくださるんですけども、あれこれ久保んちじゃねえのみたいなことをね、社長と話したみたいなんですよ。今度ねお茶でも飲みに行こうかなと思います。まあ当然ね、速稼塾の話をしに行くわけなんですけどもね。そんな形で、あの来てくださった業者さんも塾生にするというね、このえげつないですね。えげつない。もうエアコン代はすぐに取り戻せちゃいます。で YouTube もこうやってね発信してますしね、もう何もかも人とのご縁ですね。はい、今回は以上です。エアコンがね、こんなにね、すごくアグレッシブなエアコン、すごい珍しい。ワクワクしますね。やっぱ男の子こういうのが好きなんですよね。こうやっていろいろ動くのが。はい、本日は以上です。どうもありがとうございました。皆さんね、じゃあエアコンはノクリアデュアルブラスター富士通がおすすめです。これでね、エアコン会社、大手のエアコン会社のエアコンが5台つきました。今年5台、2ヶ月ごとに1台つけたみたいな感じですよね。もうほとんどの部屋につきました。でもまだ3部屋ぐらいつけないといけないんで、もういろんな各社のエアコンつけましたけども、これからも考えていこうかなと思います。エアコン人生です